紅組から見参、神奈月さんのモノマネは原監督&武藤敬司。果たしていかなる男の世界を見せてくれるんでしょうか。巨人軍ついにペナントを制しました。今高々と原監督が胴上げで宙に舞っております。松井清原の姿も見えます。こんにちは、巨人軍の原新監督です。皆さんのおかげで優勝できました。松井君、5時、はい、三冠王タイトルおめでとう、はい、多分。そして140試合フル出場4番、ありがとう。おめでとうございます。清原君、清、今年もタイトルなし、おめでとう。そして140試合乱闘要員、ありがとう。清原が決めたぞ。清原が決めた。それを止める松井、松井。おっと、ここでなぜか武藤のテーマが後楽園道ぐらいに響き渡る。どこにいるんだ、どこにいるんだ、武藤。いいか、そこ。おっと、これはひょっとすると東海道の清原対全日本のエース元三冠王者武藤敬司、ゆでる対決は今実現。オーストレフリーがなぜか松井だ。スタートしました。おっと、ここで武藤がどういう戦法に出るんでありましょうか。距離でもって、おーおーおー、距離ドラムを作る。おっと、後ろから清原が一発。さあ、ここでもって試合様帰り決めたぞ。大きな色が崩れた。すかさずここで必殺技、足音の字固め、華麗に決まって、さあ清どうか。ギブギブギブ。そしてこのポーズだ。おっと、再びここで武藤のテーマが流れてきたぞ。これどういうことなんだ、どういうことなんだ。なんと本物だ。全日本のエース、そして元三冠王者武藤敬司、モノマネバトルのリング初決戦。これはありえない対決、武藤敬司対武藤敬司、最初で最後のシングルマッチ。今決戦のゴングが鳴り響く。さあ、ここで武藤敬司どうするんでありましょうか。武藤のバイオレンスな戦い、この二人がいつ画面から飛び出すか分かりません。ブラウン管の前の視聴者の皆さん、少し下がってご覧ください。さあ、もう一人ドラムを作る。全く気もない情けないポーズ。これには本物の武藤が激高した、激高した。トッピング、トッピング、あめあられ集中砲火だ。さあ、武藤敬司が上半身を抜いてドラムを作る。キャンバスの中央で足音の字がダメだ。さあ、偽武藤はどうするか。ゲームゲームゲーム。さあ、チャルドー刑事、そして本物のこのポーズだ。ありがとうございます。それでは改めてご紹介します。プレゼント武藤刑事さんだ。行きますよ。行きますよ。行きますか。なんか明日から試合出るの恥ずかしい。背中が真っ赤。もう彼はこれがね、これは彼は勲章だもんな。そう、嬉しくてしょうがないんだもんね。もう自慢ですよ。もうこれ顔ですよ。顔だね。もう生でこうポーズが見えただけでもよかった。いや、もう最高ですよ。ね、もう一回二人で、はい、ポーズポーズ二人で揃って、いや